はいどうもお疲れ様です。 TIL でございます。今回使っていく武器は ZH、 うるせえな、 ZH29 っていうね DMR 使っていくんですが、これめちゃくちゃ強いで、胴体2発キルなんですよ。やばない？マジで火力高すぎるって。看護兵 BF1 の看護兵の RSC1917 もう2発キルやったけど、あれはね離れたら3発キルになっちゃってたから、 ZH29 の方が絶対強いと思う。偵察兵でね、スナイパーちょっとしんどいって人はね、ぜひねこれを使ってほしい。トスケ系のゲベア43よりは絶対強いと思います。はい、じゃあ行きましょう。オペレーションの攻撃ですね。どうしようかな、側面取って B 攻めますかね。まあいいや、ちょっと、あ、これ、双眼鏡じゃない、単眼鏡か。単眼鏡のこれね、覗いたら敵スポットできるんで、ぜひ使ってね。これ使わなあかんで、絶対に。はい、あ、強え！これ全距離2発だわ。あ、やばい！はい、敵じゃない！はは、残念でしたね、ほんま。弱すぎるわ、お前、ぜひ今までに強くなっとけよ、お前な。うん、お米食べろ。まあ、ただね、弾数が5発なんで、それはちょっと、牽制能力が低いかなーって感じはしますね。一応ね、アップグレードは、左側のツリー行きました。縦ハンドしんどいなと思ったんで。ただ、どうしようかな、あ、オークの接触？リロード早くするか、縦ハンドをちっちゃくするかなんですけど、まあ、俺は縦ハンドちっちゃくしましたね。はい。入った。あ、マジ強い！何これ！え、ほんま強いねんけど。これ絶対修正来るやろ。チャーシュー、あ、麺まで言わんでも倒せんもん。チャーシュー麺の麺言わんでも倒せんもん。2発キルですからね。あ、強い。あ、強い。あ、俺強い。あ、俺が強いのかな。うん。いや、Z29 が強いんですよ。これ、俺が強いように見えるかもしれんけど、これ、Z29 が強すぎるんだよね。あー、死んじゃった。うわ、すげえ、もう8キルした。うおはは。あの血！あ、正面来る。あいつよ、いい？あ、まぁ、ちょ、持ってるよ、俺。あー、一旦リロードさしてねー。正面来る。しん、いや、もう一人だ。ここにもう一人いる。はい、オッケー、ナイス！いいですね。敵拠点側から撃たれてるな。今、マズルフラッシュが、トントントン。はい、オッケー、ナイス！あ、強え！ほんま強い！なにこれ！スナイパーやめようかな。いや、さ、これもスナイパーっちゃうか、スナイパーやけど。スナイパーやめませんけど、そんくらい強いっすよ、これ。ちょ、前に行っていいかな。さすがにちょっと怖いな。よし。真ん中から行きましょう。あ、いた。あ、いや、ごめんなさい。キーですね、あれは。あー、弾欲しいな。ちょ、フレアが落ちたい。建物が入ろうか。あ、いった、やばい。オッケー、大した。あー、つ、やば。マジっすよ。何それしてんの、ほら。あー、ラマン。この武器、兵士を狙うんでいいからさ、かなり初心者向きやと思う。BA5 って基本的に結構ヘッション狙わなあかん武器多いじゃないですか。この武器は唯一胴体でいい武器やから、いいと思うんだよね。やばい、これこれ、え、なんかいる。何あれ、バグってるわ。オブジェやん。真ん中3人がちょっと詰めるのしんどいな。うわー、やめてやめて。はい、じゃあ2日目やっていきましょう。まずはフレアガンを焚いてから、弾を補給しますと。これで B 攻めていきます。B はね、かなり敵が待ち受けているんで、ちょっと前線ができる方だったんですね。ここのちょうど電車、おまあ俺が強いから問題ないと。やばいやばい、あいつ逃さず俺を撃った罪はかなりでかい。チャーシュー、やばい、逃げたな。正面2人と外側もおるのか。フレが出てきます。ポン、何人おる。うわうわー、結構な数おんな。私最前線ですね、これ。ちょっともうちょっと味方前出てくれる、いるか。はい、オッケー。強っ。最高っすね。最高やけど、ここを突破するのは結構難しい気がするね。ここいるんで、グレー投げるか。これか？はい、残念でした。俺には勝てない。グレーがもう一発。ポン。何人おるかな？ここいるね、二人。さっきやっちゃうか。死ね。はい、オッケー。待ってね。はい、オッケー。熱え！Z129、マジおすすめ。偵察兵使う際、マジでおすすめ。あと、これ、単眼鏡でスポットは絶対してな、偵察のみんな。これ使ったら、スポットできるからな。覗いただけで。これ、ほんま大事だから。特に、オペレーションの防衛側とかは、パラシュートで降りてくる敵を、こう、単眼鏡で覗いてあげると、すごいスポットできるからね。これ、B 攻めてあげるね。左からちょっかい出されんねんな。あれがめんどくさい。OK、ナイス。OK、ナイス、ツーマン、いいね。うわ、えぐい風いる。はい、オッケーです。ちょっと引き気味でいこうかな、これは。さすがにあの数は。俺一人じゃどうしようもねえな。分隊これ大事ですからね。あー、正面からはきついかも。横から取った方がいいかもしれんけど、山側にね、敵がおった場合、横から取れないんだよな。まあいいや。チ
チャーシューメン、はい、オッケー。さあ、オッケー、ダメージ入るかと思った、危ね。あ、戦車来てくれたね、これは心強いじゃないですか。はい、オッケー。あー、マジか。なんかアサルトとか絶対負けへんな。スナイパーやったらさ、外したらちょっときつなんだけど、この武器はね、5発あるからな、ちゃんと割とアサルトに勝てちゃうよね。横、横取ったか、取れてないか、あれ取ったと思ったけど。チャーシュー、うわ、麺まで言わせてくれへん、強すぎて。チャーシュー麺の麺まで言いたいのに言わせてくれない、そんくらい強い。あんま敵おらんな。でも正面のやつやるか。オッケー、ナイス、ヘッショ入った、89ダメージか。まあ、ヘッショは狙わなくてもいいんだけど、弱ってる敵はね、ヘッショで1撃で倒す可能性は高いかなーっていう感じがしますね。さあ、ちょっと攻めれるかな、これ。ちょ、見るね。オッケー、ナイス、敵のビーコンがあるな、湧くんじゃないやつから。あー、左のやつ死んだかい。うわ、 B の数えぐ、 B の数えぐすぎやろこれ。下の階かな、下の階やな。裏取りできたらめっちゃキルできそうやけど、裏取りしに行くまで死ぬわこれ。なんかいるな、俺。はい、オッケー。B、 これ攻めたいな。でも海岸沿いにも結構おる気がする、あの辺。はい、オッケー、ナイス。B はちょっとみんなで守ろうぜ、頑張って。守るとか取ろうぜ。うわ、スナイパー、違う、え、サブマシンおった今。これ裏取りできるかな、死ぬかもしれんけど、ちょっとキルしてみる。いきます、死ぬかもしれんけどね。オッケー、からの、これじゃグレーで一旦逃げます。5発しかないからね、あの近距離戦、あの軽戦はちょっときついんでね。あ、車両が見てんな。 B どうだった、結構いけんじゃね、これ。だいぶ排除したやろ、敵。まだおる、この辺。あそこ乗ったね、今。オッケー、ナイス、 B 取れましたね、素晴らしい、素晴らしいと味方。さあ、俺に続いて正面突破しますよ。あ、来た。はい、オッケー。残念でした。サブマシンガンで私の ZH-29 には絶対に勝てませんよ。俺の裏を取らない限りな。さあ、横取れましたか、これ。死ね。やば。おった。はい、ツーマン。あら、玉切れですわ。はい、オッケー。玉切れはちょっときついな。拡張昔とかあればいいんだけどね。まだその辺のカスタマイズできんな。まあ、できるかどうかわからんけど、製品版はどうなのかなって感じですね。ちょっと海側から横を取っていきましょうかね、ほんだら。あ、ここいたよね、今。あいつだ。はい、オッケー、シュライス。さてと、だいぶここは散らかしたかな。オッケー。じゃあ、A の方行く？あ、行ったわ、ごめん。あ、倒せちゃうわ。全然倒せる。後出しでも勝てるな、これ。やば。あ、いる。あ、下。くの字曲がってるやん、お前。腰悪すんで、それ。じゃあ、弾もらいに行くか。あーらー、弾もらっとこう。敵は3人おるな、こんな感じ。あ、俺そっち？あー、後出しで勝てるわ、全然。残念でした。あ、A 結構おるな。やばい。え、玉切れ、やばい、逃げよう。玉切れほんまきつい。角間が欲しいな。角間がとかあったらマジでこの武器、KP も上げれるな。今んとこ喧嘩強い武器って感じやない、俺のイメージでは。はい、オッケー。バレたかな、あのやつに。足音が怖い。もう一発フレガンですか、真上に。はい。拠点からは来てない。あ、来てるな。山側一人。多分俺に気づいてないと思うけど、はい、おつー。そして、A は取れっすけど、一人敵残ってんな。まあ、いっか。どうしよう。ほっとくかも。味方流せばいっぱいおるし。あ、でも B が取られてんのか、また。B また行かなあかんわ。こっから狙撃できるかな、多分。十分。あ、あの、ほら、完全に全距離2発やろ？マジで強えな、これ。あ、単眼鏡忘れた。これでスポットできるからね。偵察、これ最低限の仕事やからな。みんなやっといてな。俺もちょっと忘れたわ、今。この望遠鏡みたいなんで、望遠鏡じゃないな。お星さんは綺麗言うてる場合じゃないからな。リビー拠点から来てな、あれ。つかさ、オペレーションさ、防衛が戦車3つ出るやんか。3つもいるかとか思うけどね。そこ、なんか、そこを許可するやったらなんか、あー、リノブちゃった、さすがに無理か。勝てるんですね、 !ZH-29 なら。あー、つえ。あ、俺が強いんかな。あ、A 来た。タンク3台いらねえわ。タンクを強化したら。B は、あいつ敵かな。あー、オッケー、ナイス。拠点側はパッと見いないな。スポットしますか、じゃあ。タンクが1台、2台か。2台。
2、3台もいるかなぁ。まぁちょっと、あれ、突撃じゃないわ。攻撃家が有利なのかね、もしかしたら。入った。はい、オッケー。あ、強い。初心者向けやわ、これ、絶対に。ヘッシュ狙うんでいいし。スナイパーさ、俺簡単かっていつ、やっぱヘッシュ狙うんだから、その、しんどい人はしんどいと思うねん。ね。苦手な人は FPS か。この武器はそんなことないからね。FPS 初心者の人でも結構キルできる気がします。弾速はちょっと心もとないから。ちょ、リザ、何？あー、危ねえ、なんかリロード入ったわ。建物取るか。建物取って A 見ますかね。その前にスポットしますか。発見。よし。あれだ。はい、OK。さあ、リロードかまして、A の敵を全部殲滅して A 取りに行きますよ。来た。はい、OK。まあちょっとね、弾数が少ないんで、KPM はちょっと低めですね。58キルしかできてないんで、KPM はちょっと低いんですが、喧嘩はほんまに強いと思いますよ。マジで強いと思う。B どんな感じだ、これ。おる？あれ、敵は、あれ、敵いないのなんで B 取れないんだろう。いるのが建物中か？あれか。ちょっと遠いかな、あれは。ちょっと遠いな。あ、終わりましたね。あ、結局、取れなかった、取ったのか。あ、取れましたね。勝ちました。ありがとうございます。2日目勝利ということで。まあ、ベータ版は3日目がないんでね。それは製品版でお楽しみということで。58キル18ですですね。まあまあかな。うん。弾がね、10発ぐらいあったらね、もうちょっとキル飲ませそうだけどね。うん。ただ、喧嘩はマジで強いんで、ちょっと偵察性でスナイパー苦手って人はね、ぜひ ZH29 っていうね、DMR かな。を使ってください。はい、じゃあ、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。